はいはいはい、はじまトーク後編始まるよ。ねえマジで俺ね、下手したら大声出しすぎて警察呼ばれるかもしれないけど、そんなのホモだよ。ホモじゃねえよ、ホモじゃねえよ。ということでね、やっぱ弾けていこうと思います。やっぱ俺はね、平成の弾けリストになりたい。あ、でももうすぐ言語変わるやんっていうね、そういう今のボケね。俺が今もうすぐ言語わかるっていう、分かってから帰られない、ろれつが回らない、これはしゃぶちゅうじゃないのか、ちゃうちゃうちゃう、ただ単にマジキチなだけです。気が違ってる人、どうも、はじまきよしろです。トゥ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 ってことね、今ね、今のみんなでね、精神を安定剤です、今のこれ。ふぅ、疲れた。いや、すごいこぼしたけど、あんますごい、結構量残ってた。もう足がベトベトだよ、最悪だよ。こんななるとは思ってなかった、よく言うね、バカが言うセリフ。いや、こんななるとは思ってなかった。ほえぼえするぼえ、ほえぼえするぼえ、ほえぼえするぼえ、っていうことでね、まあ、ちょっと紙セットするか。神北神木隆之介、まあ、鏡見えてないんで何してるか分かんないですけど、いやーまる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 、今ね、コーラの砂糖でここね、滑り止めになってる、ここ乗れてるやないかい。ということでね、僕はすごく声が大きくて、鼻くそ、まあね、すごく声が大きいんですよ。だから声が大きいから皆さんがね、睡眠用としてはならないんですね。お前ら寝かせにずにゅ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 わっしょっ、ね、シュッチャッチって言ってね、シュワッチシュワシュワシュワッチシュワワッチワッペンワッペンパッペンワッパーということでね、まあね、まあ喋るのが好きなんですよ。親が帰るまで僕は喋っていこうと思うよ、まあ、喋っていこうと思うよ、まあ、やっぱりその僕のヤバさって、でもね、やっぱドキュメンタル4面白いよね。面白くないドキュメンタル、自分で自分はヤバいって言っちゃダメだよね。でもさ、じゃあ俺今から普通の一般人 A として喋る。ドキュメンタル4面白くない？明日だよ、明日ドキュメンタル4第2話。まあ俺のお母さんがね、あの Amazon プレミアムプライム会員なんでね、ちょっとやっぱお母さんっていうのダサいわ。お年玉っていうのを俺は今度から隕石っていうのをしたんですよ。隕石って何？落とす玉じゃん、落ちてくる玉じゃないですか、言うなら。落ちる玉といえば落ちてくる石、そう、隕石なんです。俺お年玉のこと隕石って言います、今度で。お母さんの名前何しようかな。母さん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 、えなりかずきでいいですかね。母さん、なんやそのもの、どうやどう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 やばいな、どうやってお前はえなりかずきになったんで今ので。母さんねえよそんな。ちょんにりん、なあ、まあ、マジでモノマネ下手だな。ふざけたもん、俺まへふざけ下手すぎて。やべえ、ろれつが回ってない。ろれっくつ、ろれっくつ、ろれっつが回ってないんだよ。っていうね、筋肉ポーズ、マッスルポーズを決めると見せかけてのこうまた戻っちゃうよみたいな。まあ、イソギンチョクのモノマネなんですけど今ね。いやー難しいね、難解のモノマネでした。ということで、次回のモノマネでショーの時間です。次回の時間ですってね、もう次回始まってるから、ね、時飛ばしました。シャキンってね。いやーまあね、まあ疲れた。まあ僕よりね、好きなことでやってる YouTuber っていないんですよ、うん、で僕よりヤバいやつはいっぱいいるな。やる気のないブートビーツキャンプっていうことね、デブなビートブーツキャンプだっけ、名前忘れた、世代じゃないもんっていう言い訳にしておきます。ちょっとキベ顔で飲もう。マッスルマッスルピーン、これでね、小学生が笑っていただければ幸いです。最愛の幸い。あ、結構今音反響してる。
いいね、ちょっと待って、メガネ汚いからメガネ拭くわ。ここから俺の本気が見れるよ。メガネを拭いた俺はね、あの50万倍のパワーが出せるから。まあゼロはゼロなんだけどね、ゼロに何かけたってゼロなんですけど、あ、でも僕のツイッターのプロフィールにも書いてるでしょ、みんなの口から泡が出るくらい面白いことをしてますってね。出てますか、泡、口から泡ね。まあ、サンポール飲めば出ますよ。いや危ないよ。ダイレクト鼻くそほじり、ダイナミック鼻くそほじり、ゴージャス鼻くそほじり、鼻の穴広がるからやめろ、ゴールデン鼻くそほじりってことだね。まあ鼻くそのほじり方をね、3つ紹介してね、今指紋も3つ紹介したんですけども、あのあんた先生かい、あの人のママに会うためにっていうことね。声が枯れてることがよくわかるでしょ。声が枯れてることがわかるだろう、声が枯れてるのさ。やめよう、マジでマジで石ころ投げられるか。前石ころ俺うるさすぎて、なんか誰かに石ころ投げられたんですよ。めっちゃ怖かった。怖いよっていうね。まあね、くせ、あ、まずということでね、まあこういうレビューしたいですね。こうそのもう何かに関してくせって言ったり、まずっていうね、レビュアーになりたい僕は。近づかない、遠ざかるということで、ね、なんか面白いでしょみたいな感じ。俺どう撮れてる、撮れてる、あっす、おいっす、撮れてる。あらら、あ、ガチでこれ俺ズボン履くわ、マジでズボン履くわ。ちょっと待って、ズボン着替えるわ。パンツ脱ぐみたいだよね。ファイト、もっこりさせていくスタイルということでね、まあ、ちょっとボケは終わりました。今ので僕のボケ終了です。前ね、友達に嘘ついたんですよっていうね話しようと思ったんですけど、僕に友達いなかったっていうね。本当に俺友達いないけど、一人じゃなかったけど友達はいないんですよね、やっぱりね。は、鼻がすごいかゆい。イケメンでしょっていうね、ボケしようかな。それ一個もボケ作ったわ。これダヴィンチ、これマジ、これ準備体操としてこのボケ取り入れよう。これ、ね、全身見えてないから困るよな。ごめん遊ばせ、ごめん遊ばせってことでね。ごめん遊ばせて、ごめん、めん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 、奥様奥様、ペン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 、奥様奥様、ドゥルルルルルル、いつもの冷蔵ビームキャンってことでね、歌詞を覚えてないのでこの辺でやめさせてもらいますわ。マスはマスはマスタイチと見せかけてニジマスでした。それっぽいボケできました。立てかけ大臣、はい、変なボケです。俺は大臣なのか、ちゃうちゃう一般人、お、イン踏めた、踏んでないわ、疲れた疲れた、めっちゃ疲れた。毒毒の毒、ドクン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 ドドクニャーン、うしー、はい、羽島京志郎先生の発音が良すぎて何言ってるかわからない講座。今日はね、マクドナルド、まあ日本語で言うとジャパニーズ語で言うとマクドナルド、お、これをね、あの AF に聞くわ。ダウンダウンDaniel, Dan,
ダルニンダルニンなんていうことでね、変なボケが終わったところで、あー、この動画の視聴回数が1000万億超形骸不可説不可説展開になったらいいなということでね、これね、ボヨンボヨンしてたらこれ壊れるんですよ。これ短パンなのにほら渋竹みたいになるでしょ。俺の足が短いやれ。やばい、今一番この動画のお笑い面白いピークのところ噛んじゃった。こういうとこなんだよな。あなたかもです。人に指さすなやめん、スパってことでね、まあ、今指を切ったところで、まあ僕の編集技術から言えばスパって言ってここの断面が見えたんですけどね、編集技術欲しいな。これ捕まってる人に見えるでしょ。違うんですよ、ね、筋肉のないボディービルダーの応援してるんですよ。ってことでね、それ俺、いやボディービルダーじゃないし、ボディを作っていく、体を作っていくのがボディービルダーだよ。そのまんまやないかいかかいかいか、あとかい、個人をメンテにするのはやめや。なんかそれっぽい感じですよね。ああ、今ゲップしたらチャーシューの匂いがした。いや、お前の体はもうチャーシューだから、チャーシューの匂いして当然チャーシューということね。口癖がチャーシューになったチャーシューということね。やだな。ダンダンダンチャーシューって歌ありますよね。いや、一瞬すぎてわかんねえって、まあ、ジョジョの歌なんですよ。チャーシューって歌なんですよね。チャンス言うだっけ、わかんねえ、わかんねえ、わかんないもんはわかんないんです。そう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 、これ歌ってやってけ。あのさ、あの、なんていうの、なんだっけ、田中君、いや、田中元気君ってなんだよ、あいつことね。ウィー、この動画で僕はヒットできるかな。あー、人気になりてー。でもね、僕ね、もうすぐで YouTube 始めて2年になるんですよ。はい、まあ、YouTube 始めたのが2015年だったんです。2015年のね、あれなんですよね。うん、あれ、俺嘘ついたか、ごめん、嘘ついた。もうすぐで、あなたの髪の毛あります、ありますか、ありますか、ありますか。あ、でもね、もうすぐで俺チャンネル開設して2年になるんですよね。あ、このチャンネル開設してはもうすぐで1年なんですけど、前のチャンネルがあって、まあ、そのチャンネルはね、なんでそのチャンネル使ってないかっていうと、俺それがいじめられた直後に作ったチャンネルで、やっぱもう頭きたんで、そのね、俺の同級生の全員の悪口言ったんですよ。お前らクソだからなって言って言ったら、その俺の仲いい親友、まあ一応僕も友達いるんですけど、まあ今の状態で友達っていう仲じゃないですけどね、その人が悪いわけじゃないですけど、その子と相互登録してたら、その子を経由してバレて、なんかそういうね、気持ち悪いやつがいたんですよ。ネットぶってる、ソースはどことか言うね、お前は引きこもってる時点で人生の負け組みたいな、きっしょいやつがいたのなあ、ということでね、まあこれは訂正してないです。キショイやつはキショイ、そいつはほんとキショイ、ソースどこって、まあ、なんか俺が何の話でもね、すごい黒歴史なんでね、俺がもうブチッとうーんって言ってるけど、俺それ間違ってないと思ったんですよ。でクソですから、俺のもうあいつらとは一生関わりたくない、俺は大っ嫌いあいつら、うん、って俺は今思ってるんで、そのね、まあ、人から向けて、二から向けて、三から向けました。はい、一日一歩も歩きたくない、はい、それっぽいギャグです。いや、ギャグじゃないよ、それは完成度低すぎ。剣道の下手なやつ、いやー、市内じゃないしな、市内じゃないしないしゃ。どうも、庵の妹です。いやー、まあ、そんなことより最近の政治とか政治情勢も大変ですよね。いろいろ大変ですけど、まあ、そんなことよりね、牛乳飲みましょう、おしまいってことでね、まあ、その前のチャンネルがそうね、悪口言ってやめたんですよ。で、俺もその時も
兆円炎上したんで、120回くらいですけど、まあ俺今1700回くらいを記録してるんですよ、一番再生で。俺それでも動じなかった理由ってあんま気にしてなかったんですよ。まあ、任天堂スイッチ視聴者全員プレゼント、任天堂スイッチがもらえるというドキドキをプレゼントっていう動画なんですよ。でももらえないんだったらドキドキなんかもらえないじゃないかって言って、もらえるかもしれない、あげる、あげないけどもらえるかもしれないっていうね、ドキドキだけプレゼントしてくださいって言ってる人にみんなドキドキって渡したんですけど、ドキドキっていうコメントあげましたから、ヘイティヘリクツマンでーす、バーバーンっていうことで、まあ、この格好をやめた方がいいよね。まあそういう動画が今1700回ですごいんですけど、なんか去年撮ったんで、ね、嘘、今年です。任天堂スイッチ来るから、よっしゃやったろっつって、ペペペペペペっていうことでね、やる気がない高校球児でした。はい、あれは何つでしょうかね、なんつうんでしょうかね、まね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 、サンデー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 、コーデン繰り返し、シライグエン、ドゥンドゥドゥドゥンドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥン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 、パパ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 、あちんたったあちんたったもう、よし、声が出た、うん、っていうことでね、歌うと思って、残念です。といや、まあこれが炎上するのかな、まあどっちに転ぶかあなた次第です。バゴンバゴンバゴン、タイガーステップの練習してます。はい、ということでね、いやすごいよな、ハリウッドザコシショウさんのタイガーステップ、違う、佐山元春のタイガーステップ、佐山元春のタイガーステップ、俺習得したいな、面白いしな、あれできたらすごいよな、あの身のこなし、投げない俺を投げるっていうね、あのむちゃくちゃなボケがあるんですけど、いやそれはボケでもギャグでもない、悪ふざけ、悪すぎる極悪ふざけですよ、極悪ふざけですわー、バーババ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 バ、はい、やめよう、マジで面白いでしょ、それでいいんです、あなたが面白いと思う感情は正常なんですよ、すごい正常、正常、ここレベルレベル、いやー椅子欲しいな、座らせてくれよ、入る、まあ入るかギリギリ、まあ、19分も話してんだ、いやーここは安定、あ、じゃあインタビューっぽくします、なぜ YouTube をされてるんですか、あの YouTube が大変好きからですね、まあで、ご質問、インタビューの人がなぜそういう安定しない芸風をするんですか、やっぱり僕すごい安定っていうのが好きで、安定が好きなんですけど、やっぱりでも YouTube の方が好きで、安定よりも YouTube の方が好きだっただけですね、どうかっこよくない、ということでね、おすごい、なんかエロいっていうことでね、ピストン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 、穴が呼んでるぜピストンっていうことでね、
はい、でもすごいですね。アナルにチンコがある人間みたいなモノマネですね。アナルにチンコが生えてる人のモノマネでしたということでね。いや、まあそんなことよりもさ、あのさ、みんな、あのさ、みんな、ナイルリンゴリンゴリンゴ、はい、ということでね、もう12月ですよ。はい、っていうね、なんかもう12月ですよっていう人いるけど、そら知ってろらってならない、みんな。そうだよ、それ前提でおめえの話聞いてんだけど、なんでその話を掘り返していくんだよ、バケってなりません。まあ僕はそんな、ね、気持ち、みじんも思わないんですけど、まあ、もう12月ですよって言ったらね、いや、知っとるわってなるよね。だからなんでってなりますよね。12月と見せかけて3672月なんですねって言ってくれたら、なにこいつ死ねって思いますけどね。なにこいつ死ねって笑いながら言ってるんですよ。なにこいつ死ねって言ってませんからね。カラーね、カラーハリドロハリバクルフルルスアルスロドリガトルデアルスよ。あ、こいつここで巻き舌で喋るわ、俺。巻き舌人間になる。ハイトル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 ハイトあー椅子っていいわ。ゆらゆらさせてくれないかってことでね。まあね、いや、まあそんなことよりも皆さん勉強してますか？僕はしてません。いや、やっぱ好きなこと見つかったんですよね、 YouTube でもね。なあ、 YouTuber に俺なりたいとは思ってなくて、 YouTuber なんですよ、新しい YouTuber。 あ、やばい、こんなの見せた、個人情報の宝庫だ。まあね、そのあのね、あ、これ揺れてボコンって言ったら死んじゃう。その YouTuber になるようとは俺思ってなくて、 YouTuber、 はじま系 YouTuber、 YouTuber になろうとしてて、まあ、YouTuber って新しいことを果敢にね、恐れず、やっていくスタイルだと思うんですよ。だから、その、なんつうんでしょうかね、まあ、そういう YouTuber になりたい、はっきり言って。で、まあ、そういうのになりたいですよね。なんか、かっこつけて。でも、なんつうんだろう、今の YouTuber って個性がみんなないんですよ。企画は面白いのに、その面白さを助長させる魅力がなかったりとか、そのキャラがなかったりとか、編集技術がなかったりとか、その環境とか、その工夫がなかったり。企画はすごい工夫して面白いのに、企画はいい人はいっぱいいるんですけど、企画がなんかどうにかなってね。うん、そういうとこですよ。そう、悲しいよね。ドキュメンタルの方が面白い。そらのプロが10人集まってんだ。ふわーふわー、あ、これめっちゃ楽しい。やめた。まあ、これね、 iPhone X で撮ってるんですよって言うんですけど、 1080p ですけどね、 1080p30 フレームですよ。いや、 iPhone X の意味ってなってきますよね。まあ、iPhone6 でもできたでそれみたいな言われちゃいますけど、単純にそのね、 4K60 フレームで見れる環境、俺はその環境ないからやらないぞってだけなんですよ、ね、俺の60フレーム見たいか、みんな。俺の 4K 見たいか。画質綺麗ですねって言うけど、全然綺麗じゃねえ。だって 4K 設定してないんだよ。まず 4K で撮ったらギガどうなんねん、そんな爆発するやろ、そんなもん。はい、予備知識ゼロ人間です。ゼロ予備知識、ゼロ基礎知識、ゼロ全てがゼロ人間性、ゼロということでね、今の早口聞こえた人はコメント欄に書いてください。あーね、抽選でゼロ名様の方に、ハワイ旅行をプレゼントしますってことでね。ゼロ名様の塊、ゼロ名様の塊にっていうね。まあいいや、ちょっと離脱しまーす、ね、短足なんですよ俺は。やばくない、やばくなくなくない、マクマホン。あ、結構いいね、これでも。いや、ちょっと疲れた。まあ今日はここら辺にしときますか。まあね、ちょっとこのアングル気に入った俺、うん、このアングル気に入ったわ、ということでね、薄っぺらすぎて逆に分厚い羽島恭志郎の、クソトークでした。おやすみなさい。っていうことでね。
皆さんもより良い一日をって、もうみんな帰ってくる時間か、いや、わかんないです、いつ投稿するかわかんないから、でもですね、まあちょっとね、こんな感じでどんどん動画撮れたらいいなと思います。ではどう